はいどうも、ふめだよです。今回ですけども、強力なスキルを持ったマスタールーク使ってリアルなコイン稼ぎやっていきたいと思います。このツムはですね、三眼にセレボで復活しなかったんで、5月にまあほぼ確で復活するんじゃないかなと思っております。あとはまあスキルがね、強力で発動数15、タイムボム2個狙えて、消去数はうまくいけば38も消えてしまうということで、そんなツムを使ってリアルなやつやっていきたいと思います。まあね、ちょっとね、ライブでたまに使うんですけど、それでもたまにすぎてですね、なんとジャイロの消去数が安定しません。そして絶賛パロットというクソ見づらいツムがいるんですけど、35、はい、40消去、まああとはね、タイムボムプンと、そんな感じかなと思いますけど、はい、あんまいけるこれ、繰り越し、繰り越ししないとね、スキルがちょっとね回りづらいんで、スキル中のね、範囲がね悪くなっちゃってるんで、このツムは。いや、せっかくタイムボム出たのにみたいな。うい、せっかくタイムボム出たのにみたいな。出てますけれどもみたいな。消去数がねちょっと低いね。最低でもやっぱ35は超えたいですよね。強くね。タイムボムそんな出てる、なんか出てるっぽいね。44秒で4000枚っすよ。絶対まんまいくよ。強っ。おい、まだ42秒で5000枚。30に少ない。本当にタイムボムで助けられてるな、これ。はい。34。でね、まあね、これ、ね、実はですね、リアルなコイン稼ぎと言うてはいるんですけど、実は取り直しをしてます。実はね、何が起きたかっていうとですね、マイクをオンにしなかったんで没動画になりました。でもそこでもね、まあ、ちょっと練習できたんで、ジャイロの消去数はその時よりかは安定してるかもしれないですけど、32はまずいよ。なかなかいいね。9000枚。
1万2000円ぐらいはいけそうっすね。やばい、もう疲労が手の疲労が、さっきのボツ動画あったと思うんですけど、そこでもうジャイロ1回使っちゃってるんでね。はい、1万枚ありがとう。あ、てかこのモンアフィバいけるじゃん。たらワンチャン12000。はい、出ずということで12300。まあ必要、ただもう手が限界だちょジャイロなしでやろうかな、疲れちゃう。ジャイロなしでもまあ一応万枚出せる、運が良ければですけど出せたりするんで、ちょっとマジでもう左手が疲れちゃった。手持ちプレイがね、まあそもそも苦手なんでね。タイボム出せよ、タイボム。タイボム出さないとかなりきついからね。でもペース的にはほらいけそうなやつでしょ。ういあー、フィーバー調整すればよかった。47秒、2000枚か。まあちょっときついか。ちょっときついね、万枚。タイボム次第なところはあるけど、さあナイス、タイムボムナイス。34秒3000枚、8000ぐらいはさすがにいけると思うけど、いや、繰り越してきなかった。タイムボムナイス。さあ、ペース的には9000枚。タイムボムとスキルループがいかにできるかなので、まあちょっとそこ期待したいですよね。よし、タイムもありがとうございます。タイムもありがとうございます。いやー、タイボムニコアッツ。
結局タイムボムっすね。消去数少なくてもほらまんまいけそうじゃないですか。消去数少ないですけど、よし、はい、じゃあ行こう、まんま行こう、タイムボムを信じて。ゲゲゲゲゲゲゲ、まだいける、まだワンチャンある。ふい、さあ後半タイムボムゼロじゃね、タイムボムゼロじゃね。はい、ということで、まあちょっとね、ジャイロナシャツ消去数がねちょっと少ないのできついところはありますね。まあそれでも8951枚ということで、はい、強いですね、なかなかね。はい、ということで、まあマスタールーク使ってみましたけども、まあ3階セレボで来てないんでね、まあスターウォーズセレボで、まあ多分来ると思うんでね、まあ来た際はまあゲットして使ってみてほしいなと思います。はい、それでは最後までご視聴ありがとうございました。バイ。